キロ。師匠。起きろ。聞こえないのか？いや、師匠はもう、とうの昔に。いい加減起きろ、より！おはよう、セイバー。その呼び方は…まあいい。遅いぞ、ヨリ。先が思いやられる。あの程度の戦いで、どれほど疲れ切った？まったくもう。次は、君の眼に塩水を垂らそう。それは困る。驚きのあまり、刀を抜きかねん。ほう、イオリが抜くか。となると、私の加減次第では、返す刀でイオリは真っ二つになるな。そうだろうな。だったらなおさらやめてくれ。善処しよう。それより、君にはさっさと起きてやるべきことがある。というと？私たちは寝食を共にするのだ。昨夜、君の言ったことだろう。お腹減ったってこと？寝て起きた。ならば、次は食べる方。うん、朝下の時間だろう。さあ、支度を、より。兄ちゃん、大変だよ！隣の家がみんな壊れて。おや、来客か？客というか、昨日の今日だぞ、カヤ。一体何しに？で、兄ちゃんちも大変じゃない！一体何があったの？ああ、そうだな。昨夜は、人ならざる者の襲撃を受けた。と、どうしてカヤに言えようものか。何？単純な話だ。荒ぶる雷神の放った雷がこの辺りに落ちた。おかげで昨夜は大騒ぎだなあ、イオリ。雷か…って、誰ですかこの孤児。綺麗…もしかしなくてもこれって…兄ちゃんが女の人を長屋に？私はセイバーという。察するに君はイオリの妹のか？私はカヤって言います。イオリ兄ちゃん、兄上の妹です。セイバーさん、兄上といつ祝言をあげてくださるのですか？カヤ、客人の前ではしゃぐものではないよ。俺はセイバーと大切な話がある。悪いが、今日のところは帰ってくれ。大切な話？それは妹として聞かざるを得ないような。どうしよう、こんな綺麗な姉上ができるなんて、心の準備が全然間に合ってないっていうか。勘違いで姉を生やすな。ほら、帰った帰った。何を焦る、ヨリ。大事はない。妹子は私が守る。そういう問題では。そもそも君が巻き込まれる必要すらないぞ。イオリがどこかに隠れていれば、私が全て済ませよう。イオリとてライダーとランサーを見てまともに斬り合おうとは思うまい。むしろ思われてしまうと困る。ん？何の話？ふふん、黙って聞いておれば
大層な口を聞くではないか、セイバーとやら。何者だ？アガサ博士やろ。あ、本のじいちゃん。え？やっと起きたか。あれだけの騒ぎの後に随分とのんきだな。ん？喧騒が心地よう身に響いての、気づけばぐっすりと眠っておった。イオリ、これは本だよ。いや、追いつかんて、理解が。本？ああ、南蛮の書だ。日の本の書はもっと薄いし、よく曲がる。ははん、なるほど。東大では木に書くのはやめたのか。木簡か？本を知らぬとなれば、やはり相当に古き時代の人物なのだろう。こそばゆいわ、そう熱く見つめるでない。まあ、わしのような書に夢中になるのは仕方ないかもしれんがの。しかし、本か。時が変われば書も口を聞き、空を飛ぶようになるとは、なんとも驚きだ。いやいや、本は飛ばないし喋らないよ。普通このじいちゃんがおかしいだけだって。おお、ならば何がしかの怪異か。おかしいだの怪異だの、悪意のないトゲが突き刺さるわ。じいさん、紅玉の書は父の遺産だ。いずこの文字で書かれたかすらもわからず、読むのを諦めていたが、ある日突然俺に琴の葉を放ってきてな。正直驚きはしなかった。琴の葉でやり取りができるのは、なんというか、書を読むよりもたやすいしな。そうして俺はじいさんにいくらかを教わった。体中の経絡を研ぎ澄ませ、半年の後、カトンの会得に成功したというわけだ。カトン？ああ、あれか。ゆうべ君の使った術だな。ならば差し詰め、この書は君の術の詩か。詩が傍らにあるなら、うん、今からでもまじないを本文としたらどうだ。剣よりよほど身を助けるだろう。俺の本文は剣士だよ。どれほど弱かろうともな。剣士？ってのんびり話してるけど、兄ちゃん、家なんとかしなきゃ。埃も泥棒も入り放題になっちゃうよ。そうだな、これでは朝毛もままならん。ならばいよりよ、これを機にこの長屋に馬術工房をこしらえてはどうじゃ。鍛冶師に鍛冶場あり、馬術師に馬術工房ありじゃ。工房？なんだっけそれ。お前も前にじいさんから聞いたろう。魔術師の持つ火事場のようなもので、さらには砦のようなものなんだそうだ。しかり魔術師の魔術工房とは難攻不落の要塞なり。だが余人に知られては三流の仕事、一見してもわからぬよう長屋を砦へと変えるのだ。ほうほう、守りを固める術ならぜひやるといい。やぶさかではないが。うん、工房作りには素材がいるぞ。無から有を望んではいかん。まあ道理だな。銭はまあ昨日の稼ぎで足りるじゃろ。さあ
必要な素材を買いに出るぞ。お、なるほど。おお、町は結構広い感じやな。現在の目的地や各施設が表示されます。目的地のアイコンから詳細な情報を確認できます。ほうほう、ああ、ちゃんとアイコン付きなんやな。わかりやすい。詳細は？拡大したらいいの？違うな。おう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 、出るやん。よろず屋で必要な素材を買う。ああ、じゃあこれでいいんちゃう？ね。じゃあまあ進みますか。雑記帳、あ、雑記帳、おお、なるほど。あ、こういう感じで説明もあるのね。あ、用語集はね、あの桜井ちょっと見ときたい。あのね、わからない。支度では装着する魔術の変更などができます。また各キャラクターの能力やアクションに関する情報を確認できます。所持品では所持する道具を確認できる。一部の道具は使用もできます。情報では、英月の儀にまつわる物語の進行状況のほか、セリフの履歴や音声を確認できます。資料では様々な用語の説明、遊び方を確認できます。なるほど。資料、これか。で、雑記帳の用語。おうおうおう、いっぱいあるな。提案とか言ってたよな。だから、まあ、あれだ。あの、徳川幕府にはなっとんちゃうの。慶安4年、そうだね。もう、バリバリ徳川幕府よね。はあはあ。了解。じゃあまあとりあえず、魔法工房、魔術工房を作るための材料を買いに行ったらいいんやな。こういう人たち話しかけたらどうなんの？かやちゃん今日も来てるらしいな。あんな可愛い妹さんに心配かけんじゃないぞ。うるせえ。うん、世話好きな男、なるほど。口うるさいわけだ。いらっしゃい。購入。よろず屋では道具を購入できます。各地のよろず屋を訪れると商品が増えていきます。なんぼほど買うたらええの？4200あるよ。一個ずつ買ったらええかいな。毎度あり。ありがとうよ。毎度あり。また来てくれよ。あ、荒縄は5個いるんやな。古紙は3個。はーい。いらっしゃい。1234。毎度あり。古紙は3つでいい。オッケー、買った。お侍さん、変なもんばかり買ってくね。ま、こっちは大助かりだが。はい。これでまあできるか。ああ、全然この間の稼ぎで全然足りたな。え？なんで？町での戦闘急やったよ。町での探索中、ゴロツキや、ブライローニンなど、不定の輩が戦いを挑んでくることがあります。なんでやねん。戦闘が発生しそうな地点は地図上で赤く示されています。近くを通るときは十分に気をつけましょう。あー、参ったね。しかもそのさ、不定の輩が多いっていうな。町のゴロツケが50人も出てくるか。ちょっとした舞台やんな。オッケー。町の試練、敵を倒す、犬や猫と触れ合うなど、あ、それはしたい。
町ごとに定められた様々な試練に挑戦できます。試練を達成すると報酬を獲得。町の探索中に挑戦してみましょう。二点の道未だ半ば。いやいや、50人ぶった切ったってことやぞ。おかえりなさい。買い物ちゃんと終わった？ああ、必要なものは揃ったはずだ。では始めるとしようかの。めちゃくちゃ DIY してんな。こんなところじゃな。家のメインが魔術工房になってるやんけ。が、その隣家の壁までぶち抜いてしまったぞ。どうせ空き家じゃ、構いません。工房とはそれなりの広さが必要なのじゃよ。儀を終え次第元に戻しておこう。さて次じゃ、工房についていくつか教えておくとしよう。はいはい。おう、おうおう、強くなるんか。スキル、スキルポイントを消費するとスキルを獲得。積極的にスキルを獲得して能力やアクションを評価しましょう。スキルポイントは以下の方法で得られます。レベルアップ、技玉でいいのかなの消費。スキルは複数まとめて獲得できます。十分なスキルポイントを所持していれば、釣り場で獲得済みのスキルと選択したスキルの間にあるスキルを全て獲得します。おお、じゃあ自分好みにカスタマイズできるってわけね。今何ポイントあるの？あ、5個あるやん。追加回心発生。確定で発生する回心に加え、TEC の値に応じた確率でも回心が発生する。ほう。応答。攻撃をタイミングよく回避すると強力なカウンター攻撃。あ、これめっちゃいいやん。これ取ろうよ。カウンターって大事。二人ともいつまで話してるの？もう朝ごはんの支度できたよ。私は支度しながらつまんだから、あとは二人でゆっくり食べてね。おい、まだ勘違いよ。それじゃあまた。セイバーさん、兄上をよろしくお願いします。お身をつけか。うん、実に米に合う汁だった。ごちそうさま。いつまで飯の話をしている。栄月の儀はどうなった？腹が減っては戦ができぬと東大では言うのだろう。食をおろそかにしてはいつまでも弱いままだぞ、イオリ。それは分かっている。カヤにもよく怒られているしな。ともあれだ、今後の動きを決めるとしよう。動き、うん、それは栄月の儀をどう戦うかということか。ああ、そうだ。ふむ、ならば私から言っておくことがある。儀がどうあれ、戦場に呼ばれたからには私は勝利する。あらゆる手を尽くして。優先すべきは敵マスターとサーバントの撃破。それ以外のことを私は考慮しない。待て、それは江戸の民のことはいないものとして考えると。うん、分かってもらえて何よりだ。本当に？その驚きは何についてだ。ではそうはならぬよう立ち回らなければな。俺は言わずとも構わない。ゆうべ君の意思はもう聞いた。そうか、では今後の動きは決まったわけだ。さて、では俺は出かけるとしよう。出かける？え？
この工房、君が引きこもって身を守るために作ったのではなかったのか。銭を稼がねば飯は食えん。道理だろう。稼ぐ銭。ああ、確か、物を買うあれだな。貨幣に縁遠いのか。ならばもしや平安武者あたりか。探ってるな。勤めか。近いが遠いな。切り合いなどそうはない。江戸の町を取り締まる同心連中の手伝いさ。今日は吉原へ行く。同心吉原。よくわからないが、君は何かを手伝うのだな。セイバーは留守の番をしていろ。俺一人で構わない。どうした？いや、私も行く。そうだな、行った方がいい。行くべきだ。ああ、虫の知らせがあってな。元より君が決める言われもないだろう。そうかもしれないが。なら決まりだ。お、そうだ、私は江戸には不慣れでな。しっかりと案内を頼む。己の町だ、知らぬことなどないだろう。可愛らしい異種返しだな。まあ案内くらいはしてやろう。勤めの邪魔はするなよ。銭を稼がねばお身をつけも米も食えん。米とお身をつけ、それは一大事だな。任せろ、邪魔はしない。では支度が済んだら声をかけてくれ。私はいつでもいいぞ。イオリとセイバーの拠点となる長屋では、工房でスキルを獲得する、書棚で物語を振り返る、布団で休むなど様々なことができます。長屋でできることは物語が進むと増えます。はーい、よし、じゃあもうちょっとだけやろっか。支度は済んだか。はい。あ、済んだ。ああ、出発しよう。待て、わしも行くぞ、イオリ。この書だけ完全に化け物なんだけどな。まあいっか。あいつだけまだ理解できてないんだけど。あの、他のね、サーヴァントとかは分かったけど、もう、あ、そういう感じなんすねって分かったけど、あいつはなんでいるんだ。人がこんなに。見ろ、より、あの煙を上げている者たちは何だ。何、そんなのいんの。随分と空腹を誘う香りだな。威勢の良い掛け声が飛び交う様はまるで祭りのような。おい、あの刀を刺した集団は何だ。守られているのは誰だ。わかった、わかったのだな。いや待て、いずこかの姫が断層でお忍びの最中かもしれない。あれはわかるぞ。団子を振る舞う、噂に聞く茶屋という。やれやれ、物珍しさに目を白黒させているな。まあ無理もない。俺も最初はそうだった。江戸の町並み大いに面食らったものだ。それはそうだろう。何しろ人がこんなにもたくさんいて、立派な建物がこんなにもたくさんあるのだ。それは人がこんなにもたくさん生きているということ。これはなんというか、とてもなんだ。
人の営みに感じ入る。平らかなる世を知らずに生きた人物か。ああ、いや、江戸の町があんまり物珍しくて。さあ、よりキリキリと案内せよ。吉原に向かう道すがら、私の問いに答えるがよい。わかったわかった。遠き過去を生きた英傑に江戸浅草を楽しんでもらうとしよう。うん、いいね。おお、にぎやかにぎやか、いいじゃない。あれはめっちゃ早い、めっちゃ早い。なになに、どれどれ、なになに。よりこっちだ。探索中のセイバー、街中でセイバーに呼ばれることがあります。何かいいことがあるかもしれないので、その場所へ向かってみましょう。あれは飯、飯だ。食べたいのか。あ、いや、別にそういうわけでは。少し待っていろ。口に合ったようで何よりだ。とても良いぞ。次もうまいものを食したいものだな。屋台で食事すると HP を回復できます。食事のほか戦闘中に使用できる食べ物も購入できます。お、 HP 回復、いいね。あ、じゃあなんかいらっしゃい、買っとく。おむすび、おむすび1個350もすんの、高くない。あ、かけそばはこの場で回復すんのね。じゃあおむすび2個ぐらい買っとくか。なんかね、この匂いはジュルリ。お、いや、なんでもない。回復するために買うんやからな。また来ておくれよ。はいはーい。あはは、腰抜かしとる。大丈夫？あなた大丈夫？不運な店主。はあ、なんてこった。買ったばかりの俺の店が。ああ、保険とか入ってなさそうですね。うん、どんまい。どうした、セイバー。わずかに魔力を感じた。夕べの奴らとは違うようだ。はような町中でのう、確かめた方が良さそうじゃな。うん、じゃあ行ってみるか。ああ、もうセイバーがガンガン行ってる。うん、この辺りだ。うん、めっちゃキモいやん。なんだあれは、もののけか。まあそうだ、いわゆる怪異の類じゃな。大方ゆうべより江戸一帯に渦巻きたる魔力に当てられ湧き出て。話は後だ、おじいさん。行く手を阻むならば切る。いより、わかっている。セイバー。あ、めっちゃ硬いな。鋭き水の流れのごとく。オッケー。揺るがぬ血のごとく。お、おお、いいね。やっぱりカウンターって覚えとくに限るよね。え、表面絶技。はあ、はあ、オッケー、使っちゃいましょう。はい、待っていろ。イオリの声に応じて私の体が動く。主従が繋ぐ魔力のパスゆえか。
これは面白い。必要な時は私を呼べ。はいはい。水の方で行く。うん、カウンターできるのはいいね。揺るがぬ血のごとく。よいしょ。楽しい。あ、カウンター覚えたらさらにこのゲームは楽しくなるぞ。出番だ。すぐに行く。お、撃破した敵から奇跡を入手することがあります。入手した奇跡は魔術を発動するたびに消費されます。おい、あっちゅう間じゃ。あ、ボス？棒立ちやな。あ、強いね。どうするか。手応えがない。昨夜のサーヴァントとやらと同じか。神秘なき者は神秘に届かぬとは違うな。その剣と腕ならギリギリ届こう。あれはまとった魔力が鎧の代わりをしとるんじゃ。打って剥がしてから切れ。なるほど。うん、一部の強大な敵は HP ゲージとは別に外角ゲージを持っています。うん、強力な攻撃で外角ゲージを削りましょう。外角ゲージは共鳴絶技、強力技、サーヴァントを操作して攻撃、魔術、応答、または強敵が隙を見せた最中に攻撃したり、特定のスキルを装着して攻撃したりしても削れます。すべて削ると、イオリもダメージを与えられるようになる。なるほど。魔法でドン。あ、あれ？魔法は使えないの？これか。味わうといい。ほい、カトン。あぶね。おい！おい、そんな技ありかよ。レーザーだぜ。強敵が持つ外角ゲージは通常は共鳴絶技などの強力な技でしか削れません。ただし、敵の危険な攻撃を共鳴絶技などで中断させると一定時間通常攻撃でも削れるようになります。いや、すっごいってレーザーは。お、やったぜ。頼むぞ。難しいな。レーザーだってあれマジで。よいしょ。運が良かったな。より強力。油断だ。何するの？レーザーだろ。よっ。やったー。受けてみろ。また一つ強くなれたか。いいね、いいね。やれやれ、この手のものが他にもいるのか。人の多い場所には出まいが、まあ人の少ない裏手なぞには湧くやもしれん。あれ式の怪異がなんだ。さあ、吉原へ向かうぞ。そうじゃ、イオリ。先ほど何やら拾っておったな。これのことか。おう、ツバ。それじゃそれ。やはり強い魔力を感じるの。君の剣につけてはどうだ。少しは助けとなるかもしれん。魔力を秘めた刀装具で刀を強化できます。刀装具には以下の4種類があり、それぞれ強化される能力や付与されるスキルが異なります。鞘、つば、つかまき、目抜き。へえ。お、ディフェンドがプラス20なのかと、攻撃力、強攻撃の威力が上がる。めっちゃいいやん。これ
すごい、ちゃんとビジュアルも変わる。めっちゃテンション上がるやん。ふむ、なかなか悪くなさそうな。神秘のいくらかが宿ったのか。以後留意しよう。やばい、アクションゲームとしても普通に面白いな。はい、というわけで、ここで一旦区切りたいと思います。サムライレムナント、次回は吉原に向かいたいと思いますが、なんか道中いろいろまたなんか寄り道しそうだなって気がしますけれども、またお付き合いください。はい、ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。